はい、どうも、皆さんこんにちは。今日1月21日の月曜日です。今日はね、とってもいい天気なんですけど、昨日緑ヶ丘のね、競技場で練習をしてきました。で、雪が舞う中でとっても寒くてですね、あまり、メニューこなせなかったんですけど、昨日はね、50メートルの全力ダッシュをやってすぐウォークで戻ってからの100メートルの加速走15プラ100かな、2セットぐらいねやりました。で、普段ね、芝生でねこうやって練習しているので、やっぱりタータンに行った時のそのなんていうかな、反発のその足を動かすスピードがちょっとタイミングがねこううまく取れなかったというか、ずれてしまって思うようにね、ちょっと走れない感じでした。で、やっぱ昨日走ってみて思ったんですけどね、少し足の切り返しですよね、切り返し動作をもうちょっとね、スピードアップさせるための、ドリルというか練習も、していった方がいいなっていうふうに思いましたんで、前回ね動画で紹介しました腸腰筋のトレーニング、ああいうね筋トレももちろん大事なんですけども、実際にね体を足を、動かしていくようなトレーニングもね、今後ね、増やしていこうかなと、そんな風に思ってますんで、短時間なんですけども、この公園でその足のね切り返し動作を、意識したトレーニングをいくつかねやっていこうかなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。最初はですね、ちょっとマーカーを使って、やっていきます。マーカーでもラダーでも、いいと思うんですけど、僕は目印があった方がその脳からの、体のねその神経系のトレーニングっていうか、そういうこともできるかなと思っているので、なるだけ目標物を置いて、やるようにしてます。ただあんまりね、目標物を置いて頭が目線が下がってしまってもいけないと思うので、その辺だけ少しね意識しながら、やっていきます。はい、肘足をつけた時にはもう反対側の足がピッと上に上がってるように、はい、はい。で、次にスキップなんですけど、普通のスキップじゃなくて、飛んでいる空中で一回ね足をこう切り返していくっていう、スキップになります。あんまりうまくできないんですけどね、ちょっとやってみます。はい、はい。で、あとですね、これ東京の愛くんからね、以前教えてもらったんですけども、正座の姿勢からジャンプをしてね、こう立つっていう、練習っていうかなんですけど、これもね早い、腸腰筋の動きをね、意識というか、していかないと、立てないですので、こういう練習もねいいのかなと思います。はい、こっちはできるな。はい、で、今の
あの正座から立つやつをやっていって思ったんですけど、あのボックスジャンプ、ちょっと高さを意識したボックスジャンプも、あのそのね膝の引き上げというか足をねグッと引き上げないと、ジャンプできないので、あのそういうねボックスジャンプもいいのかなと思います。はい、ちょっとねやってみたいと思います。はい、で、まあ、とにかくあの何か他にも、足のね切り返しを、動作を早くするトレーニングっていうか、あの練習方法なんかがありましたらねぜひ教えてください。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもねあの本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。